では、学科名と、お名前お願いします。はい、調理師科1年課程の木島です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木島さん、今日はお洋服がイタリアンな感じですね。イタリア志望しておりますので、はい、白イタリアン、イタリア、今イタリア志望という話ありましたけど、はい、もうすぐ卒展があるけど、はい、メニューがあるの。そうですね、イタリアンでメニュー考え中です。もうすぐ提出日ですよ、順調ですか。そうですね、ちょっと焦ってます。木島さんはなんで調理師目指すようになったのかきっかけをちょっと教えてもらってもいいですか。もともとお菓子作りを趣味でやってまして、うん、まあ、マドレーンだったりフィナンシェとか、はい、そういう焼き菓子系作るのは、うん、社会人で仕事してる頃が好きで、まあ、一緒のその時の職場だったのに食べてもらう機会がありまして、うん、でその時に結構おいしいって聞かれたことがあって、あ、料理って楽しいなって思ったのがきっかけで、うん、私こう調理師の道目指してみようかなと思ったきっかけです。場所的にその名古屋っていう部分で決められて、はい、まあ、でも名古屋でもいろんな調理学校さんとかお菓子の学校さんがあるんですけど、はい、なんで日英にしていただけるか聞いてもいいですか。日英はそのオープンキャンパスに参加した時の雰囲気がとても気に入って、今でも覚えてるかな、篠田先生のイタリアンクレープ、うん、あ、クレープの時に来たんですね、はい、あ、そうですね、あの時が一番最初に来まして、その時にまあここで勉強してみようかな、うんうん、じゃあ実際入学してみて、はい、今もう半年以上、もうすぐ卒業の方が近いですけど、はい、どうですか、授業とかクラスのこととか、はい、何か印象に残ってることとかありますか、はい、そうですね、まあ、一番最初はやっぱりクラスの人たちが、うん、年齢の幅広さに驚きました、ね、確かに、まあ、年齢さまざまな方いるので結構いろんな方と仲良くなりやすいですよね、来ました。だからそういった方々も頑張れる環境が整ってるんだな、まあ、まず第一印象だったこともあって、あとはその自由教室の仕様がとても自分が助かってて、学校の設備放課後とかに使えるその時間がとてもありがたかったです。自由教室はどんな練習を最近よくしてましたか。あの魚さばくのがとてつもなく苦手なので、ジャガイモの下と、うん、もうなかなか大きさ揃えていくのが難しいですよね、あれも。あれも島さんのあとちょっと卒業ですけど、はい、お仕事とか卒業後はどうされるんですか。その今までアルバイトしていた店が新しく店を出すとのことで、そこの就職先が決まりました。あ、まあ、いろんな発見もありつつ、その自分自身、まあ、これから新しいところで勉強しながら自分の店を出るようになるところまで料理がうまくなっていければなと。皆さんこんにちは、慎吾、日英の慎吾です。まあ、あだ名は兄貴って呼ばれてます。自分は社会人を一旦辞めてこの学校に入学して料理の勉強を始めたわけですが、まあ、一番のきっかけは日英調理専門学校のオープンキャンパスの雰囲気がとても大好きで、日本料理とイタリア料理、中国料理、フランス料理、そして製菓、私はそのイタリアのオープンキャンパスに参加したんですが、そこで作った料理がとても美味しくて、なんかさ、教え方がとても上手だなっていう雰囲気がありましたので、やっぱり学校を選ぶ一つのポイントとしては、どんな先生に教わるかっていうことは非常に重要なポイントかなと自分では思ってますので、ぜひ一度オープンキャンパスに来てその先生に会いに来てみてはいかがでしょう。あなたが勉強したいと思う、いや、きっかけが見つかると思いますので、やろうと思ったら今でしょ。待ってまーす。